はいどうも、今回はですね、これダン宇都宮発餃子ポテト。これね、ちょっと先日ですね、鬼怒川温泉に行きましてですね、あそこのホテル三日月っていうところ泊まったんですけど、そこのお土産コーナーに置いてたやつを買ってみました。まあ鬼怒川温泉って栃木県かな、栃木県なので、まあ宇都宮といえばなんか餃子が有名なんですよね。食べたことないんですけど、まあそれの餃子の味をしたポテトなんか、いわゆるなんだ、ジャガビーみたいなやつですよね。餃子ポテト、じゃがいも、餃子シーズニング、ガーリック、ほのにゃなにゃにゃ、まあ、これはね、食べてみないと分かんないですね。まあでも写真はイメージですって分かっとるよ、見えとるからね。まあポテトにちょっと餃子とかニンニクの風味がかかってるみたいな感じだと思うんですけど、まあでもこういうやつね、すごいジャンキーなお菓子ですけど、美味しいんですよね、きっと。おどうだ、こんな感じ、餃子ポテト、こんな感じですね。どうすか、匂いはね、あれそんなに餃子っぽくないですね。なんかすげえもっとふわっとなんかニンニクっぽい餃子の匂いがするのかなと思ったんですけど、あんまりですね。これ見えますかね、なんかね、結構なんか粉がですね、こうまぶされてて、なんかじゅわっときそうな、なんか食べた瞬間なんかこうじゅわっときそうな感じですね。ちょっと食べてみたいと思います。いただきます。餃子だ、ニンニクですね。餃子のニンニクとタレですね、餃子のタレな感じですね、これ。まあカリカリして美味しい。すっごいカリカリしてますね。このカリカリ感出すのもそこそこすごいんじゃないですか。美味しい美味しい。なんかこの塩味結構効いてて、そこそこ辛いですね、これ。あ、でチョコピリ辛も入ってたけど、まあラー油かな、ラー油イメージですかね。だからこれ一つにポテトなのに餃子の、まあ、肉と、ニンニクと餃子のタレとラー油、それをいっぺんに楽しめるという超こうお手軽な食べ物なんでしょうね。未来の食べ物かもしれないですよね。餃子食べてと思ったけど、餃子はないと、やっぱポテトで我慢してくれと、餃子作れないんだ、もうこの世には食べ物はないんだみたいな感じになった時に、ポテトにこの餃子の粉をかけてですね、食べると、あ、懐かしの餃子みたいな感じ、わけわからんな。これ酒のつまみにいいよね、これ。こういうのね。なるほど。でもこれ結構なボリュームあるので、1週間ぐらいもそうだね、これ。はい、どう、バクルダルカマ、ギャグ言います。お、言ってくれ。この小説の内容はないようだ。中身ないやつあるよね、小説の中身ないようだ。ぼちぼちやな。はい、ということでですね、今回は栃木県で買ってきたお土産、宇都宮発餃子ポテトを食べてみました。美味しかったです。じゃあねー。